所以现在是要去找安安了吗？我看一下哦。哎，你怎么还在这里啊？还真的在这里啊，根本就是两隔壁而已嘛。哦，あれはアンさんとミカコさん。本当ですね。一体何をしてるんだろう。ねえねえアンちゃん、これ終わったら猫カフェ行こう。あんた本当に猫好きだよね。今私服見てるから時間があったらね。わかった。ちゃちゃちゃ。どうもお二人さん。あれ君たちはこんにちは。体部？なんでこんなところに。はい、少し聞きたいことがありました。聞きたいこと？そういえばアリスさんが二人を探していましたよ。もう帰ってしまいましたが。へえ、そうなんだ。で、それがどうかしたの？いや、アリスちゃんが何度も連絡したって。別にあんたたちには関係なくない？てか何なの？それだけのために話しかけてきたの？いやいや、すみません、話がずれてしまいました。僕たち昨日のウサギさんが襲われた事件を調べていて、担当直入に聞かせてもらいますが、アンさん、あなたたちがカナさんを自殺に追い込んだ主犯なんですよね。は？何なの？突然。シロ君、そんな言い方したら。私が主犯でいじめたです。ですって。あんた、それ、誰から聞いたの？アリスさんです。あ、你就这样把他捉出来了。你这样真的没问题吗？彼女が、はっきりと言うとそう教えてくれましたが、直接いじめたってたのはウサギさんとアンさんだって。くそ、あいつ。アンちゃん、落ち着いて。おい、シロ、今のは言わない方が良かったんじゃないか。ちょっと口がすぼりすぎましたのかな。ち、あのデブ。今、なんて。言っとくけど、アリスは嘘つきだから信じない方がいいよ。嘘つき？あいつ、自分を守るためだったら平気で嘘をつくんだよね。ね、ミカコ。そうだよね。ほら、だからあいつの言うことを簡単に信じない方がいいって。それにあいつも、カナをいじめたし、自分だけ被害者のふりをして振る舞うとか、マジムカつくんだけど。次、襲われるなら、あいつが襲われればいいのに、な、ミカコ。そうだね。あんちゃんの言う通りだよ。この人たち、アリスさんとは友達なのに、ひどいことを言うのな。あのさ、ミカコちゃんは、カナさんについて何か知らない？私は、その、ん？何か教えてくれるんですか？あの、実は、ねえ、もういい加減にしてくれない？いつまで私たちの邪魔をするつもりなの？あんたたちのつまんない話を付き合っている暇ないんだけど。すみません。邪魔するなんて、そんなつもりではなかったんですが。いや、それにしても、あなたたちは鋼のメンタルをお持ちなんですね。は？ウサギさんが入院したというのに、誰もお見舞いに行かずに、こんな場所で遊んでいるなんて。それは。だから何？
あんたたちには、あんたらには関係ないって言ったでしょ。ほら、美香子、行くよ。行くよってば。あ、待って。ザ、ザ、ザ。行ってしまいましたね。なんなんだ、あいつら。全然仲良くないんじゃん。まさに上辺だけの関係みたいだね。そういう人たちがだからこそ人をいじめることができるんでしょ。そういえば美香子ちゃんが何か言いたいそうな感じだったんだよね。あの時アンちゃんに遮られたけど、一体何も言おうとしていたんだろう。美香子ちゃん、どうして一人で戻ってきたんですか？ちょっと言っておきたいことがあって。言っておきたいこと？うん。私は、カナさんのことをいじめてなんていないから。え？他没有欺负カナ。所以他也是有可能的咯。因为没有欺负、代表说就是有可能嘛。好、哦、我觉得阿丽丝是不可能的啦，所以我的人选只剩下马奇还有这是什么米卡可了。好、哦、嘿，伊卡可さんはいじめとは無関係だったということですか？そうなの。私はただ見てただけで。好吧，我收回我刚刚说的话，真的，虽然他还是很可疑，但是我觉得只是看不代表没有参与霸凌哦，小姐。而且你不是按的那个，你应该是按的那个青梅竹马吧？我记得那个介绍里面有做到，我觉得，本当に何もしてないの？見てただけ。うん。だから、もし今回の話が大事になって、カナさんへのいじめとかが先生たちにバレてたとしても、私は関係ないだからね。なるほど、なるほど。ここまで戻ってきたのは、それを言うためだったんですか？そうだけど、真的不是我要讲，这些人真的是没救了。わかりました。ありがとうございます。わかってくれてありがとう。じゃあ私戻るね。でも僕は思うんです。何もしないのも立派ないじめじゃないでしょうか。シロ、我懂你。哎呀，这角色真棒啊。あなたは見ていただけど。だけで助けようとも しなかったんですよね。それって見捨ててるというのと同じですよ。それはあなたたちに何かわかるの？もし私が歯向かったりしたら、ウサギちゃんやアンちゃんに何をされるかわかんない。そんなにお二人のことが怖いんですね。そうだよ、怖いよ。あの二人がいる限り、私たちはずっとビクビクして過ごすしかないんだから。あ、待って、美香子ちゃん。行ってしまいましたね。なんか、ますますあのグループの船画面が見えてきたな。どうやらアンさんとウサギさんは他のメンバーから恐られているみたいだね。ですね。そうみたい。それにしてもやっぱりカナさんの自殺には彼女たちのいじめが関係していたんだよな。それはやはりカナさんの幽霊の復讐で間違いないかもしれませんね。そうだね。さて、じゃあこれからどうする？今日はもう遅いですし、今後の調査はについては明日にしてしませんか？そうだな。じゃあみんな、また放課後に集まろう。好哦。
そして翌日の放課後。さて、調査再開です。今日は何から調べていきましょうか。そうだな。ピンコン。なんだ、スマホに通知が。これは。また、ピエロの動画が。ハロー。お楽しみの時間がやってきましたよ。おい、後ろに映っているの、アンちゃんじゃないか。ねえ、みんな、あそこに見て。レイ君の指さし指す方向を見ると、向かいの校舎の教室に、ピエロが立っている。あれはまさか。急いで行って見ましょう。うん。これは、おい、なんかタイマーみたいなもなんか覚えているぞ。あれって、まさか爆弾。おいおい、冗談だろ。早く助けないと。この声はどこから。どうやら爆弾にスピーカーがついているみたいだな。その爆弾の中には大量の塩酸が入っている。塩酸？もしタイムリープリミットもしタイムリミットまでに爆弾を解除できなかったれば、塩酸が飛び散って彼女はただじゃ済まないんじゃんかもね。もちろんそこにいる君たちも例外じゃないけど。そんな。嫌だ嫌だ、早くこれを外してよ。これは犯した罪の代償だ。それじゃあ、バイバイチーン。それは思わぬ展開ですね。爆弾なんてどうやって解除すれば。好的，我要开始调查了。我才不管你呢，我要先对话。ピエロのやつ、爆弾まで用意するとか正気かよ。早く解除しないと、俺たち全員無事じゃ済まねえぞ。而且为什么没有那个倒数啊？时间倒数。まさかこんなことになるなんて。早く爆弾を止めてアンを助けないと。どうしましょう。爆弾なんてどうやって解除すれば。既然是点他就直接好吧。これは。ここに数字を入力する場所があるみたいだ。なるほど。タイマーを止めるためには正しいパスワードを入力するというわけですね。でもパスワードなんて、もう、何グズグズしてんのよ。早く。あんちゃん、落ち着いて。私たちが何とかするから。まずいですよ。もう時間は数分しかありません。我刚看了明就只在这里。急がねえと。好的，刚刚好像有看到八，不好意思，我再看一次。80KA。为什么我要先看这个？因为场上有很多的看起来很像卡牌的东西。啊，果然这是八。ピエロのトランプだ。8と書かれている。ピエロと星が書かれているようだ。なんでトランプがこんなところに。ピエロのトランプだ。A と書かれている。緑の風船と赤の風船が書かれているようだ。这个是绿色兼红色。なんでトランプがこんなところに。ピエロのトランプだ。K と隠れている。ピエロと水色のナイフが隠れているようだ。なんでトランプがこんなところに。ピエロとのトランプだ。銃と隠れている。ピエロと緑の風船が隠れているようだ。
なんでトランプがこんなところに？え、对耶。他那边只有四个嘛，为什么会有第五张 ？Joker、ピエロのトランプだ。Joker と書かれている。ピエロと黄色のナイフが書かれているようだ。なんでトランプがこんなところに？好的、那我来算一下。爆弾には番号が書かれている。タイマーを止めるには4桁のパスワードを入力しなきゃいけない。正しいパスワードを入力しないと。密码是7552。好。ビビビ。よし、正解 した。爆弾に書かれている4つの数字はトランプの数字を意味していたんだな。そしてそれぞれ対応するトランプのナイフや風船の数を入れればよかったんだな。不对啊，那 Joker 的牌是干嘛用的？问号问号问号，是不是待会他还会再一次启动，然后这一次我才需要刚刚的那个 Joker 的牌来解锁啊？如果是这样的话，我知道哦，那个刀子就一把。これで爆弾は解除できたはず。タイマーは止まっている。よかった。助かった。アンちゃん、今助けるからね。ギャッハハハ。残念。それで解除したつもりか？おい、またタイマーが動き出したぞ。さっきのパスワードは正解だったんじゃ。还真的重新开始动了。そんな残念でした。この爆弾は最初から解除なんてできないんだね。そんな僕はピエロだからね。道警は嘘をつくものでしょ。それじゃあ再びカウントダウンの開始。おー、 やべえぞ、早く逃げないと俺たちまで。4、外れません。3、助けて、お願い。2、1、やばい、もうダメだ。パン。何？假的爆、假的炸弾。これは紙吹雪。ねえねえ、びっくりした？一体これはどういう？演算なんて嘘だよ。騙された。嘘？お前何が狙いんだよ。あれあれ？ああ、あんちゃんがおもろししたてる。普段は偉そうに振る舞って、グループのリーダーを気取っているのに、怖くておしっこ漏らしちゃうなんて。居然漏尿了、天哪。これが学校のみんなにバレたらどうなるんだろうね。ねえ、あなたは彼女の夜なの？さあね。それは本人たちが一番わかっているはずだよ。とにかく面白いものが見れてよかった。じゃあまたね。恋がしなくなった。許さない。私にこんな恥をかかせるなんて。大丈夫、あんちゃん。安心してください。おもらしのことは誰かに言ったりしないですよ。你这样真的可以吗？それに僕も小学校高学年までにたまにおもらししていたことも。等一下，你这样把你自己的过去讲出来没问题吗？しろ、お前は少し静かにしろ。じゃあ私はもう行くから。ちょっと待ってください。どこに行くんですか？
安さんにはまだ聞きたいことが。針痛了。トイレに決まってるでしょ。トイレ、ああ、なるほど。それは大変失礼しました。私が漏らしたこと、絶対誰にも言わないでよね。言ってしまいました。それにしてもこの大掛かりな仕掛け、あのピエロ、つまりカナさんの幽霊がやったんでだよね。まあそうだろうね。ってことは先ほどまでこの教室にカナさんの幽霊がいたことになりますね。ああ、何か部屋に怪しいものなど残されていませんかね。少し現場を調査してみましょうか。うん。爆弾が偽物でってよかったな。正直かなり焦ったぜ。とうとうカナさんの幽霊の目撃情報が出てきましたね。やはり今回のドッペルゲンガーはカナさんの幽霊ですよね。そうだろうな。ここに幽霊がいたんだろう、だとしたら何か手がかりが残っているかもしれません。探してみましょう。まさか本当にカナさんの幽霊がいたなんて、カナさんの幽霊が犯人だっただって信じてなかったわけじゃないけど、実際に目撃情報とか聞くとなんか怖くなってきました。そうだね。幽霊不是吧。而且在最后选项的时候不太可能会出现卡纳的幽灵这个选项吧。如果真的出来，我真的觉得我不太可能，我觉得不可能啊，不可能，就不可能就对了。これは足跡。この足跡って一体誰なのだろう。アンちゃんのかな。え？でもアンさんは靴を履いていなかったですよ。あ、そういえば確かにこの足跡は明らかに靴を履いています。だとしたらこれは一体誰の。もしかしてアンちゃんを縛ったピエロの足音とか。でもそれは変ですね。ピエロの正体は彼女の幽霊のはずです。幽霊には足はありませんよ。確かに其实幽霊也不一定就是没有脚啦。ってことはさ、やっぱりピエロの幽霊じゃないんですじゃないか。私もそう考えるのが自然だと思う。この足と跡が何よりの証拠だし、やっぱりピエロの正体は人間なんだよ。なるほど。しかしピエロの正体が人間だとなると、一つ気がかりなことがあります。気がかりのこと？仮にピエロが人間だったとしたら、ウサギさんが襲われた時、屋上から中庭に瞬間移動したことはどう説明するんでしょう。等下那个小图好可爱哦，好可爱哦。幽霊ならまだしも人間には瞬間移動なんてできませんよね。それは。おい、お前ら。一体何の騒ぎだ。先生、何なんだこれ。派手に散らかしてくれたな。お前ら一体ここで何があった。ピエロというかカナさんの幽霊が現れて。カナの幽霊。カナってもしかして隣のクラスのカナのことか。先生知っているのですか。俺は一応この学校の教師だぞ。生徒を知ってて当たり前だろ。それはそうと、今幽霊って言ってたか。あ、はい。お前ら何を言ってるんだ。カナは死んでない、なんかないぞ。他没死。優秀。え、死んでない。
詳しく聞かせてください。確かに不登校になってから連絡はついてないが、彼女が死んだなんて連絡は学校に来ていない。でもみんなが言ってますよ。カナさんはいじめが原因で自殺したって。ただの悪い噂だろ。どうせ誰かが面白おかしく流したんだろ。ったく、だから子供は。とにかくお前らここを片付け帰れよ。これはとんでもない真実が発覚しましたね。カナさんが死んでない？ピエロはやっぱり幽霊じゃなかったってことか。じゃあ一体誰が犯人なんだろう。その時だった。おい、聞こえるか？この声は時間切れだ。これより絶望裁判を行います。え、もう？じゃあこっちの世界に来てもらおうぜ。好的，那这一次的影片就先到这里为止了。那如果你喜欢我的影片的话，请在下面点下请在记得在下面按赞、留言、分享，并且订阅我哦。如果你喜欢我玩或者是翻译什么游戏的话呢，可以到 Facebook 去搜寻我的粉专“镜子的创作小屋”私信我哦。那我们下次再见，拜拜。